はい、どうも皆さんお疲れ様です。私タロスと申します。今日もねシャイニングパールやっていきましょう。ねちょっと裏でねこの幸せ卵をね獲得してきましたんで、これねパタローに持たして、で経験値をねブーストしてやっていきたいと思います。道中のトレーナーはねあれなんですよね、テンポが悪くなるんで、できるだけねカットとかしてたんですけど、まあめんどくさいんでね、もうこれからねもう対戦をせずにやっていこうと思いますので、このね幸せ卵のブーストがね鍵になってくるかと思います。さてじゃあねここでアイアンテールの技マシンを使いたいと思います。これはねパトローが覚える、あ違う違う違う、持たせるじゃない、これはねパトローが覚える唯一と言ってもいいほど唯一だったかな、まあ鋼タイプの技なんでね、これはね氷タイプのねジムで使うことによって、まあ上から殴れると、上から殴れるっつったらあれだな、上から殴れるっていうかあれですね、弱点つけるって感じですね。あれアイアンテールの技マシンどこ行った？アイアンテールあった。これはねもう本当にね大事に使っていきましょう。1個しかないんで、でもねこれ何消すかまた迷うんだよな。一旦レード消しましょうね。これでこれでジムに挑んでいきましょう。はい、ここのねジムのねギミックもややこしいんですよね。まずここ割ってで、どうしようかな。こういう確か戦わなあかんかった気もするけど、まあまあまあいっか、とりあえずで、こうで、こうかな。おや、あ、違う、こうで、こうで、ここを破壊、これ潰せんのかな。あ、潰そうだね、よかったよかった。で、次はこういってみよう。そしたらこう引っかかるので、次どうしようかな。こうだ、こうあーこいつはね絶対戦わなあかんのかな多分。よし、はい、雪かぶり。そういえばこいつ草タイプ入ってんだよな。結構きついかもしんないね、もしかしたら。スズナ、次のジムリーダーの、スズナの、あれですね、エースモンスターがこいつの進化なんでね。まあ、とりあえずアイアンテールでどれぐらい入るか見てみましょう。つぶてか。確実に削ってくるジムトレーナーの鏡だな。アイアンテール。うお、すげえ。なんか心配するほどないかもしんないね。オッケー。これ経験値ブースト入ってる、本当に。なんてすごいのかしら？それはね、まあ、氷タイプのエキスパートですからね、私も。で、次は左からあの弾を壊さないといけないから、どうやっていくのかな？こうかな？で、こうだね。で、またこれも左側から、潰さないといけないから、どうしようかな。こう、これは苦手なんだよな、ほんと。金銀の、なんだっけ、氷の抜け道とかすげえ苦戦したもんな。ほい、これでどう？これでいけるでしょ？あそこが壊れてねえんだ。ワンチャン壊さなくてもいけそうな気もするけどな、あそこ。こう下がるで、こうでしょ。右側のどこで止まればいいんだこれ。ん？え、これどうしたらいいんだ。でもそんなことしなくてもあれか、もしかして真ん中に降りる方法みたいなのがあるのか。こうでこうでこう
こうで、この、どうすんだこれ。これで、あ、いける？いけねえ。いけねえ、クソが。やっぱり上から行くしかないのか。え、なら。多分あそこだよね、右のあの辺、右上のあの辺に行けばいいから、こうで、どっか階段ある、こっち側ないよね。じゃあこう、あ、普通にスタート戻ればよかった。こうでどう？オッケー。あとはスタートに戻るだけだね。あ、ジムリーダー一人だけでいいん、あ、ジムトレーナー戦うの一人だけでいいんだね。よし、行くぜ。つぶての分回復しとく？一か三だし。ゴーゴーゴー。で、鈴名戦はね、あれっすね、幸せ卵じゃなくて、まあ、アイアンテールの命中が不安定っていうのもありますからね。これは、何にしようかな。広角レンズかな。を持たせて、行動するか、うん。遅いとき、まあ、向こうも相当遅いからね、なんとも言えないけど、鈴名に挑戦？いいよ、強い人待ってたし。だけど、私も気合入ってるから強いよ。ポケモンもおしゃれも恋愛も全部気合なの。なんか若干ジョジョ感あるね。そこんとこ見せてあげるから覚悟しちゃってよね。鈴名ちゃんめちゃくちゃ可愛いと思うんだよね、この子髪下ろしたら。うん、なんかそのなんかソーセージみたいな髪型あんまりね、ちょっと可愛くないよ。え、でも絶対可愛いと思うんだけどな、髪下ろしたら。さて、相手の初手は雪かぶり。フラッシュかな？だね。さて、相手4体か。何使ってくんのかな。雪フラッシュじゃないわ。雪かぶりと雪のは分かってんだけど、あと何使ってくるか分かんねえな。さてさて、次何出てくんのかな。は？は？え？え？どの辺が氷タイプ？ちょっと待って。飛び膝とか飛んできたらこれやられるんじゃないか？え、しかも有効打が泥棒、いや、でもこれだとタイプ1の波乗りの方が強いか？波乗りだ。ビルドアップ、しかも上取られてんじゃん。やべえやべえ。ちょっと待って、波乗りで落として、パタロー、本当にお願い。本当にお願いだから波乗りで落として。パタロー頑張れ。落ちないよね。そうだよね。そうだよね。下手したらワンパンなんだよね。カーラ割り。まあ、耐えるだろ、カーラ割り。嘘やろ？ちょっと待って、おかしいやろ。ちょっと、どこら辺が凍るタイプやんねん、お前。はぁ？嘘やろ？